おはようございます。いつも旅町チャンネルをご覧いただきありがとうございます。アステージと申します。私たちは地域を元気にしたいを目的に様々な取り組みを行っております。今回はその中で地域の食を通して魅力を発信したいと思います。今回は当チャンネル旅町チャンネルで料理番組をこれから始めてまいりますけれども、この料理の方でこれからお世話になります善玉先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、善玉と一緒にやる韓国料理、それから日本の食材料を使った料理を紹介したいと思います。これから楽しみにしてくださいね。はい、それでは今回ご協力いただく善玉先生に、料理の思いであったり日本の、地域であったり、そういったことを少しちょっとお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、先生は料理をやろうと思われたきっかけというのはどういったものになりますか？そうですね、自分が今料理研究家になっているんですが、25まで料理をしようと思ったことないんです。ただ子供時から料理が好きで、自分がお菓子を作って食べたり、母のご飯が大好きだから、ちょっと母のご飯に似てるようになんかちょっとちょこちょこ作ったり、そんなことはあったんですね。でも自分が好きなマッサージをよくやってもらったんです。そしたらいくらマッサージということはきれいにしても、そのもうほんの瞬間だけなんですね。でも中から出るので、あ、薬膳料理を学びましょうかと思って、薬膳料理を学びながら、昔私は料理が好きだったなってことを思い出して、それから料理の世界に入りました。先生の料理を食べさせていただいて、非常にその優しい味だなっていうのがすごく印象としてあるんですけれども、その料理の思いっていうところも少しお聞きできたらと思います。はい、私が料理を始まった薬膳料理なんですけど、やはり料理しながら母の料理がすごく思い出しました。母の料理はおでんかでテーマをかけて、すごい愛情を込めて作ってくれる料理が多かったんですね。その料理を日本の皆さんに紹介したかったんです。私は本国の韓国で母の愛をもらいながら美味しいご飯を食べてきているので、日本でも日本の皆さんに、私の第二のふるさとの、ね、日本の方々に美味しい韓国のお母さんの味の料理を紹介しながら、ぜひその料理を食べて元気になったらいいなと思って、ここまで今頑張ってきています。ありがとうございます。はい、よくお店で食べる韓国料理とまた違って、本来 の、 その韓国の料理の魅力、そういったものを先生 の、 料理を通して、皆さんにも、どんどんこれからお伝えできればと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。韓国料理ってことはやっぱり食して直す、一食桃源って言葉は、一食桃源、一回食べるご飯で体に良い、それから元気、それで癒す料理を食べようとのことなんです。だから韓国料理を通じて、日本のいろんな地方でたくさんの美味しい野菜から美味しい魚をたくさん取れるじゃないですか。それをどうやって美味しく韓国料理を通して作りたいなと思うんです。私は日本で初めて秋田、青森、その辺に薬膳料理をちょっと教えたことがあるんです。その時いつもきりたんぽを使ってスープ、チゲですね、それをよく出していただいたんですけど、こんなに多くの味、私に言わせれば母の味、おんまの味だったんです。だからそんな感じで日本の食材料を使って韓国料理を作っていったらいいなと思っています。ありがとうございます。はい、ちょっといくつかもう一つご質問があったんですけども、はい、続いてお話ししていただいてありがとうございます。日本で食べるきりたんぽの場合は、鍋っていうんですか、はい、そういったイメージがあるんですが、
実際はそのチゲとそのキータンポっていうのは、うん、あのすごく相性がいいものなんです。私はちょっと食べたことがないので、ね、鍋もチゲも同じなのでほぼそれをちょっとちゃんと日本のものなんですけど韓国スタイルで生かして作っていきたいなと思うんですね。皆さん日本でチェンダマ先生は何をやってる方なんですかって言ったら韓国料理を教える方、韓国料理を美味しく作る方、それにさらに無添加で添加物入れないで作る方と言いますね。それに発酵食品、やっぱりいろんなエキスを作る、発酵させてそれで作るじゃないですか。だからきりたんぽの鍋だけじゃなく、また塩のこの前黒ニンニクすごく良かったんです。黒ニンニクを日本人が大好きなご飯なんですか？わかめご飯、炊き込みご飯。炊き込みご飯そうです。その時は韓国のわかめに日本の黒ニンニクと一緒にコラボしてちょっとご飯を炊き炊いたんです。そうしたらやはり本当に日本の方は炊き込みご飯を好きなのですっごい反応が良かったんです。だから日本の食材、韓国の食材、わかめやいろんなものをコラボして作っていく楽しみ、はい、どうですか？はい、ありがとうございます。本当にあの料理に対する思いっていうものが、まあ、あの先生のお話から皆さんにも十分伝わっていただいたんじゃないかなと思います。先生ありがとうございます。私たちは、まあ、あのウェルネスっていう、まあ、今後、まあ、今世界でもあのそのトレンドにあのなってきている考えなんですけれども、このウェルネスっていう、まあ、考えをもとに地域の魅力ある食材を使った、まあ、料理をですね、ここ皆さんに、まあ、作っていただいたり、まあ、それを食べていただいたり、まあ、そういった情報をあの私たちの旅マシチャンネルというものを通して皆さんに発信をしていくことで、まあ、地域の魅力をしっかり発信し、まあ、地域を元気にしていきたいと思っておりますので、当チャンネルを引き続きご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。ではよろしくお願いします。